コレスモーターの白木です。先ほどの説明は実は1年前の当社のモーターの説明です。ところが1年経ってどうなったか、当社もいろいろ研究しました。そこで研究の結果ですね、この 100W といって CPH40、 この 100W のこのモーターですね、他社はこう従来型このものですが、それが現在開発しまして、なんと 1.6倍、 160W 出るようになりました。これだけ進化したということです。1年間で 1.6 倍の進歩です。ですから以前3分の1と言っていましたが、すでに4分の1の軽さになっております。出力対トルクというのが4分の1。それからこちらも見てください。 CPH50、 これも進化しました。どこまで進化したか、 250W のものがこの形になって 340W、 これも約 1.5 倍の出力が出ております。従来型のものというか、これは今まで通りですね。さらに CPH62 は 320W 出ている。このモーターが、これも開発しましたところ560W 出るようになりました。これは外観が違っているわけじゃありません。中身が違っております。モーターの中身が違ってて、ここまでトルクが出るなと。そこでさらにやったのがこの CPH80 です。これは従来 460W 出力が出ております。約 500W と言っておりましたが、これが開発して研究したところ、なんと 1100W、 このものですね、 1100W 出るってびっくりしました。従来型の 1100W、 1キロというのは 1kW のモーターってどれだけだろうと思って調べてみましたら、ここにあるモーターです。これが従来型 1kW。 なんとこれ持つのはとっても大変です。私がとても持ち、やっと持てるぐらい、これでしたら十分片手で軽々持てる。重さでしたら5分の1以下になっております。このようにこれからこれへの進化、また先ほどのこちらからここまで進化、それぞれこの1年間でこの私たちにやっているコアレスモーターが進化いたしました。次に同じようなことをお見せいたします。これはすでに何回もご説明しておりますが、ギアインモーターです。コアレスモーターはこのような形でコイルになっておりまして、真ん中が空洞になっております。ここの中に新しく作ったギアを内蔵しようということでございます。なぜかと言いますと、このタイプ、先ほど言いましたのCP80 ですが、従来このようなギアをつけて使われていると思いました。私たちがこのモーターを売ったお客さんのところを見に行きますと、なんとギアの方がずっと大きくて重い、そしてギアの本当の部分はここの部分しかないということが分かりました。それならばこのコイルの中に入れることができるんではないだろうかと思って開発して作ったのはこのギアです。このギアをモーターの中に入れることによって、このモーターがこれになる。なんと小さくなることじゃないですか。出力の大きい今までの CP80 のモーター、ここの中にこのギアが入っちゃうんです。同じようにこちらもそうですね。 CPH60 にギアが使って、このように使われておりました。私たちもこういうふうにして販売しておりました。それがギアを内蔵することによって、こんなに小さくって軽くって、見てください、全然違うでしょ大きさ。これが当社が1年かけて開発してできたものです。1年間の私たちの研究の歩みをご紹介いたしました。